港水だらけだったけど、ここはもうフォンテーヌ領内の港みたいだぜ。フォンテーヌってなんか先進的だよな。工業が発達してて変な機械がいっぱいあるって聞いてるぞ。一回来てんねんけどな、何回も。観光客としてってのも悪くないけど、何か目標を決めた方がいいんじゃないか。どう思う？まずは水神、水神様に会いに行こう。前もオイラたちに有用な情報をいっぱいくれたのはナヒーダだったしな。属性の七姿勢はオイラたちが今接触できる中で一番いい情報源に違いないぜ。おう、情報は多ければ多いほどいいしな。でも水神ってオイラたちと気が合うタイプだと思うか。ナヒーダはめちゃくちゃ個性的なやつだって言ってたけど、まあライデン将軍よりマシやろ。やっぱりその国のやつに聞いた方がいいよな。あそこに話し込んでるやつらがいるから行ってみようぜ。でもあの結末はちょっと悲惨すぎると思うな。目は悪いやつじゃなかったわけだろ。ええ、まさかあんな幕引きになるなんてね。てっきり家族のためにもうちょっと抵抗するかと思ったんだけど、残念ながら私が期待してたどんでん返しはなかったわ。でも彼の物語には感動させられるものがあったわね。演劇か。品があるな、フォンテーヌの民は。そこの二人、何か用か。お、ずっと何も言わずにこっちを見てるみたいだが。ああ、オイラたち、フォンテーヌに来たばかりの旅人なんだ。二人にいろいろ聞きたかったんだけど、なんか劇のことを話してるみたいだったから邪魔しちゃ悪いなって思って。劇？いやいや、俺たちが話してたのは現実のことさ。何日か前に審理された事件だよ。え？そうだったのか。でもさっきの会話、旗から聞いてたら物語っぽかったぞ。実は物語も現実の事柄を改変して作られたものが多いのよ。逆に現実だって誰かによって意図的に演出されている可能性もある。実際本当にあったことかどうかなんてどうでもいいの。舞台上で演じられている物語が素晴らしければそれで十分。ああ、君たちは外から来た旅人だから知らないわよね。フォンテーヌには現実で起きた事件を劇にして通称歌劇場よ。商売にしてるってことか。それってなんか軽すぎないか。まあ別にお前たちフォンテーヌ行かれてんな。フォンテーヌわけじゃないけど、全然品がねえ。裁くのってもっと深刻なものって印象があるぞ。いいのよ、外から来た人はみんなそう考えるから。私たちはただ事件の背後にある感動的な物語を無駄にしたくないだけなの。君たちが心配してる審判は厳粛であるべきってことについては、絶対的な公正性を保つ最高審判官のヌビレットさんがいるから何の問題もないわ。それに神が作った審判マシナリー、油脂最低カーディナルっていう保険もあるし、冤罪や誤審なんてフォンテーヌにはほとんど無縁なの。審判マシナリーってもしかしてある種の機械みたいなやつなのか。気になる。機械があったら見てみたいな。そうだ、肝心なことを聞き忘れてたぜ。そのオイラたち水神に会いたいんだけど、どうすれば会えるんだ。そんなの簡単だろう。歌劇場に行けばいい。水神フリーナ様は水神フリーナ歌劇場に入り浸っていらっしゃる。ごめん、やっと出てきたわ。フリーナ様の一番のお気に入り。水神フリーナ、フリーナって神やったん。なんてもう言えないぐらいフリーナは神って一生見てんねん、モンドから。フリーナ様に謁見したいってことなら、お前らのせいでかなり前に予約しておかないと。やっとフリーナが水の神ってことに反応できるわ。コメント俺もう一生無視してたからな。水神何やらで忙しいのか。でもお前たち、やっとフリーナを神として俺の配信で扱える。お前は妹を気にかけてくれてありがとう。お兄ちゃんや。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。心配はいらないよ。おっと、
自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。見たところ外国から来た旅人さんかな。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばっかなんだ。さっきまでお前の妹と喋ってたんだけど、そのなんか言ってることがよくわからなくて。そうだったのか。リネット足長。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね、会話は僕が担当することが多い。へえ、そうだったのか。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。おい、え、そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思うことがある。お互いね、パイモン枠ね、リネは。僕たちに似た者同士みたいだね、パイモン。あははは。そういえばオイラたち、歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだけど、まずはここでの用事を済ませたいんだよね。僕についてきて。お、フリーナに会えるぞ、ついに。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、あちらから二人を出迎えに来てくださったみたいだよ。え？びっくりした、一瞬フリーナかと思った。おっぱいでかっ。誰？おっぱいとんでもないことになってたぞ今。お、来ることを知ってたんだ。止める者も貧しき者もグラスを持つ者も持たざる者も杯を掲げよう。グラスがない者は代わりに腕を。人気者やな。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ彼女らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために、グロシを掲げようって言ってたん。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころかこの僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど小物が抱く感情だ。僕は神としてそんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎたっ飛んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。おー、君たちの旅の価値と意義をこのフォカロルスが認めよう。おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと。もっと何か言ってあげれば気が済むかい。ああ、こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの。さっきは気づかなかったわ。何それ。何何、フリーナ様がいらっしゃったって。何か面白いものでも見られるのか。そりゃそうさ、なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのは、あの伝説の金髪の旅人。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかしそう焦らないでくれ。まったく僕を信奉する民はいつも慣習と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。
君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか？なんか展開が早すぎるような。どういうこと？君は恐れを感じないのか？何をする気だ、旅人。民の前で神を愚弄するつもりか？古本、気にするな、クロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼女は正真正銘の闘士であるとは言わせないな。お前弱いのか。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。小物か、フリーナ。俺フリーナ小物集するな、結構。確かに言われてみれば、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。エリニュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば、正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではないか。おお、そいつはいい。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。なんか承認欲求えぐない、フリーナ。そこに浸かりすぎなんじゃないのか。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ。まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでに。おいパイモン、お前飛ぶな。しているのさ。おお、確かにそうだった。さあ、それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことかよ。そうだとも。異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、フリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。いいぞリーナ、言ってやってくれ。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリーナ、やっとまともなやつが話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい？魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど観衆も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。おう、なんや、じゃじゃーん。うえ、オイラの背中にいつの間にこんな細工を。見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきです。おい風船か。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ。俺は面白いと思うが。よっ、いいぞ。あ、なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。お、受けたぞ、フリーナに。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか？であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば、異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。
それではリネ君にリネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。なんか嫌な国やな。また会う日まで。